昨日まで3試合連続シャットアウトの東海大三高のエース久保田。しかし今日は1回、ランナー3塁で松尾学園の3番大谷センターオーバーのタイムリースリーベースを打たれ1点を先制されます。久保田は続く4番の田中にもジャストミートでセンターへ運ばれ、この回2失点。立ち上がりに相手クリーンアップに打たれ、久保田今日は波に乗れません。一方、自らのバットで2点目を叩き出した松尾学園のエース田中は重いストレートを武器に東海大三高打線を抑えます。田中は中盤以降もボールの勢いは全く衰えず4安打完封、松尾学園が決勝進出です。4年ぶりの甲子園まであと1勝のここを松尾学園は1対1で迎えた5回、5番須藤がセンターオーバーのタイムリースリーベースを放ち勝ち越すと、7番森村もランナー2人を返しこの回3点を奪います。これで勢いのついた松尾打線は上田西のエース小川を攻略、変わった岡野からもヒットを連ね7回まで10対3と7点差をつけます。松尾のエース田中は8回上田西に2点を返されたところで2番手中島にマウンドを譲りますが、9回最後の打球はレフトへ変わった田中のグラブへ。松尾学園が圧倒的な強さで4年ぶり30回目の甲子園を決めました。